それではこれからソラ君と一緒にドラクエ9ですやろうと思います。ソラ君よろしいですか？いいよ。よし、まず説明したら、これをええー、私の世界にですね、ソラ君がやってきてくれるそうです。インフェルノソードとか作ってあれば装備してるし、めっちゃ強い、まあ、私よりソラ君の方がずっと強いんですけれども、今2人ともですねラスボスを前にして、手こずってます。なかなかラスボスをやっつけることができません。だから今私もソラ君もレベルアップをしている途中です。俺今レベル62で、62もいっててさ、やっつけられないってちょっとそれはまた信じられないんだけど、よし行くぜ。これから一人メンバーから外します。めっちゃ上下してんじゃん画面。それで次はこの透明の人のところに行って、ラビルね、ラビル、ラビル仲間を募集します。さあソラ君来てくれるでしょうか。ソラ君、あ、タイザ来ました。タイザっていうのはソラ君の主人公の名前です。来ました、行こうぜ。どこに行くんだぜ。どこ行く？じゃあメタルライダーたちがいると、あ、メタル、なんだろう、メタルブラザーズがいるところか。どこ？サンマロ。サンマロ、これ。ラップしたいと思います。サンマロの北の洞窟にメタルライダーちゃんたちがいます。みんないるところなんだ、この時は。サンマローの北の洞窟に着きました。中に入っていきたいと思います。いらん別行を手に入れた。持ってるの天使の心臓。もうすぐ、私は未だに道をよく覚えてないんで、ソラ君、タイザの後をくっついていきます。お父さんと全部装備同じ、防具はほとんど同じなんで似てます。着いた着いた、ここだここだ、ここにメタルブラザーちゃんがいます。よく出没するんですけど、結構逃げてしまってなかなか人みたいです。どこですか？絶対逃げるよ、これは。ここ。あ、つかまって。逃げる、逃げられる？もう行けてる。早く。そっちじゃなー。ほら、いた。いたー。逃げるか、逃げないか。逃げるか、逃げないか。運命だ。メタル切り。特技。メタル切り。特技。これいいよね、こいつら。防御。見てるぞー。お、いける？お。やつけたか。いけ。あと一回。あと一回。安全。あと二回ぐらいでできる。倒した。やっつけた。4000もらったぜ、タイザ。見てください、この経験値。すごいですね。お金は少ないけど、経験値がいっぱいありますね。スライムゼリーか。300。浮いた。うそ。どこだ、あんな、ここ、ここ入っていった。よっしゃ、気づいてないぜ。攻撃できる回数が増えるぞ。どこ、こっち？ここ。あ、そっちか。ちょっと待って。ソラ君がまたメタルブラザーちゃんを見つけました。ブラザーズね。え、どこ？中入って、そこ。
中にいるの？珍しいね。いるんだよ。ほら、来た。うわ、あんな先だ。みんな逃げるから大丈夫だよ。どうだよ。痛い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 。すでに戦ってんのが、あれ？まあ、実際は立ってないんだけどね。気づいてないからな、攻撃できるよ、また。やれ、会心の一撃。あ、空振りしてる。うん、かわした。倒したじゃん。やった。さあ、経験値は4000か、変わらないな。3000です。すごいね。はぐれメタル倒すと1万だよ。あ、4万だよ。1人1万。ジロー君もやってます。ジロー君は1人で探してます。こいこい。私は今ビデオ撮影してるん。あ、来た。お父さんが戦ってるじゃないか。お、メタルブラザーズ。おいたいた。いいよやって。お父さん一人だと大変。メタルブラザーズ。間違えた。ボーグ。あ、つけた。そうそう、やったね。12000経験値もらったぜ。4000だよ、全部。すげえじゃねえかよ。やるな。タイザー今いくつレベル？見せて。62。タイザー、タイザー見てください、この。強さに。お、いた。え？あ、本当だ。ちょっと待って。逃げるかな。逃げられた。メタルブラザーズももうなかなか見つからなくなっちゃったんで、いたと言ってる矢先にソラ君が見つかってる。いた。お前一人でやってみ。いや絶対逃げるよ。こういうの逃げるもん。ほら。ああ、本当だ。逃げちゃった。ダメだね。危ね。今いたような。あ、よかった。もういいじゃん。え？みたいな。これでもうさよならになっちゃったの？終わった、つい。ああ、こういう風にここに来るんだ。なるほど。ギッカ誰だっけ、これ。これまだ俺の世界でしょ。もう自分の世界。いいだろ。それでは皆さん、さようなら。ごきげんよう。おそらくんはこんな格好してやってました。お金って